服部半蔵の奇襲により武田信玄は三方ヶ原に散った。その子勝頼は信玄の悲願上洛を果たすべく行動を開始。だがその行く手に織田信長の軍勢が現れた。信長の夫人腑に落ちぬ。こんな時親方様なら。第3話長篠の戦い。燃えろ槍よ、我が魂の炎となりて。全軍突撃、武田騎馬軍団の部、世に知らしめよ。殿、思いとどまりくだされ。敵の馬防柵破るは容易ではありませぬ。雪村よ、そなたはまだ若い。まずは長篠の城でも攻略しておるがよい。若さ出ました。負けるわけにはいかぬぞ。皆の者、かかれ。敵将討ち取ったらいい。我らも丘は取らぬぞ。いざ参る。手強いようだな。いざ参る。負けるわけにはいかぬぞ。皆の者、かかれ。負けるわけにはいかぬぞ。いざ参る。撃て。さあ、変わらぬ者よ、裁きの時ぞ。ひるむな、突撃を続けよ。次の弾込みまでに信長の本陣に突っ込むのじゃ。押されているだと。バカな。押されておるのか、ひるむな。押されているか。手強い敵のようですね。手強いようだな。負けるわけにはいかぬぞ。手ごわいよ。なぜだ、なぜ打ち破れぬ。浦和の幅止めの間に打ち手は崩壊することで連射は可能になる。本の申し出はもはやいらぬ。死と数が全てを制す。だまゆ、敵将を討ち取ったり。見事な手前、引かせていただきます。我らも遅れは取らぬぞ。伏兵だぞ。逃げるか。少
救える愚か者よ。とどめを刺してやるがよ。終わりだ。ようやく出番ってわけかい。行くぜ。敵将討ち取ったり。あたしたちも元に見せられねえぜ。お見事なお出番でございますな。重ねておるのか。ひるむな。負けるわけにはいかんぞ。押されているだと？バカな。これは取らぬぞ。取る。さ、せいか。さ、せいか。さ。勝頼さんよ、首は綺麗にしてあるかい？あんたが噂の真田湯村だ。いい男ぶりだ。いいしねえよ。手ごわいな。あんた、なかなかやるね。我らも遅れは取らぬぞ。敗れたか、役者人よ。お見事な腕前で。ハンゾー、貴様だけでも無謀なり。敵将討ち取ったり。敗北。誰らも遅れは取らぬぞ。お味方は総崩れにございます。ここは一度お引きください。殿！応援行くぞ。お見事な腕前で。
個性がよくぞここまで来たものよ。ルヌは信玄の教えを受け継ぐものならサルの引き際を脇前へ。
くだらぬ。なんというありさま。これがあの武田軍なのか、親方様。申し訳ございませぬ。我が一撃、迷いはないぞ。